これです。シザーコムです。シザーコムの 3.8 で、これに、まあ、僕の大好きなグリパンチャートね。背中がチャートで、お腹がこう、背中が茶色でお腹がチャートで、インチワッキーアイガードの 0.9g をもう頭からブチュン、こんな感じ。これこれだけ。これがね、めちゃつれ、全国的にめちゃつれ。されてるってことで、ジュニアに、これね、シザーコムの3インチでチョベリグの粉をまぶしまくり。大体ね、僕ね、シザーコーム使うときは一回ね、全部茹でるんですよ。癖がついてるとね、素敵なアクションが出ないってことで、癖を取ってあげたところに、チョベリグの粉をまぶすと、このパッケージの中でこうサラ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 ーってワームがくっつかずにね、動くし、変な癖がつきにくい。まあ、こうしてあげることで、まあ、型がつくのを防いだりとかして、シザーコームを一番よく動く状態にしてあげる。本当にね、細かいウェイトの使い分けっていうのが必要になってきて、で、例えば浮いてるバス釣ろうと思うと、これ今 0.45g、 64分の1 0.45g、 軽い。これを、インチワッキージュニアを、まあ、頭にスッと刺す。こんな感じ、出来上がり。これがすげえ釣れる。この釣りはね、濁った川、浅いとこ、そういうとこでめっちゃ強い。で、こう水面よく見てたら、ベイトがこうちらほら泳いでたりとかして、その横方向のね、生き物がいる。そういう横方向の生き物がいるときにやっぱ巻き物強くなるし、だからといってこうね、強いハードルは巻いてしまうと、どうしてもこのアフターの時期って反応しにくい。そこでですよ。まず投げるでしょ。で、糸を置いちゃう。糸を置いちゃったら今度ホール見とくんですよ。で、ホール見といてラインがスーッと入っていく。この間もめっちゃチャンスで、着底したらそっからゆっくり待って、ゆっくり、もうあれ、セーラーミノを巻いてる感じで、ゆっくり巻いてあげると手がね、すごい、全部の手が8本バイブレーションして泳いでくる。これめちゃ釣れ。ほんで、今ちょっと足場も高いから、たまにこう止めてあげて、まあ、浮いてきた分沈めてあげる。で、まあ沈み切ってそこに着いたらもう一回ゆっくり巻く。これです。これがめちゃ釣れ。タックルセッティング的にコツとか、なんか肝とかはあるでしょうか？まあ、タックルはね、まず一つ、飛ばしやすい長さがある、ね、長さがあるってことで、もう一つは、巻物の釣りなので、弾いちゃうような硬いロッドじゃなくて、ティップがギュッと曲がってくれる。今使っているのはグロリアスのフリックシェイク、ね、これフリックシェイク、その代名詞ですね。そうです、はい。リールは、リールは、これはあれです、コンプレックスの今年新しいので、ね、そうです、新しいコンプレックスを使って、2500ですね、サイズは。それラインは、ラインは、レッドスプーンの4ポンド、4ポンド、4ポンドでやってます。ありがとうございます。
めちゃ当たり。